はい、どうも皆様こんにちは、サソリコムです。前回に引き続きポケットモンスターやってきまーす。で、いきなりドクってるわけなんですけど、まあ、こうせざるを得ないというわけで。くそ、叩きつけるかマジで当たらん。8割アタックやったっけ、これ。うわ、もうみんなドクるやん。困るぜ。OKOK、倒した。ポニータの蹴り検知がやべえわ。ここに確か一人おったな。当たらねえ。こんなんで小さくなる使われたら最悪やぞ。ほら、いたいたいた。火事場泥棒見っけ。ありゃ困った。道に迷ったぞ。困ってるように見えねえんだよな。ガーディーって警察犬になるぐらいやから、こんなところでいていいポケモンじゃないと思うね。こいつに使われたポケモンじゃないと思う、ね、きちい6ダメージ。これ巻きつくなんかしたら毒ダメージ死ぬぞ。でうわぁ、そんな当たらへん。だって5分の4で当たる技を2回連続で外す確率って結構ないと思うねんけど。これはまずいわ。美味しい水。いや、厳しい。引くなぁ。よしよし。ちょ、変えよう、もう。これちょっときつい。クイーン。波乗りだ。よし。いいね。ヒュードロドロ。もう意味わからん、こいつ。敵出すぎ。カバゴン叩きつけられない。得っとんねん、もう。こんな当たらんことある、叩きつける。絶対採用したくない技やん。うわ。これもうあかんわ。カバゴンで戦え。よし。クイーンでもちょっとあれやな。てか、間抜けずっと使えてるな。間抜けちょっとそろそろスターメンから。多いっすね。念力。こんな当たらんことある念力。あった。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。それではまた次回。では、いや、ポケセン行ってからもっと戻ってくる。ちょっと待って、これ無理やわ。よし、では。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならば、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。